夢ラジオです。今日は令和5年2月15日水曜日です。横浜港北は曇ったお天気。街は少し沈んだ感じに見えます。そんな水曜の寒い朝、今回は武田信玄を一平先生に取り上げていただくことになりました。一平先生、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。武田信玄はこれまで織田を語るとき、徳川を語るときにいろいろ出てはきたけれど、あるいは真田を語るときに、けれど武田信玄についてはまだまともに取り上げていないということから、今回いよいよ武田信玄に焦点を当てることになりました。武田信玄のドラマを見ていると、我らは清和源氏につながる名門なりと晴信が言う、そんなシーンも出てきます。ちなみに、武田信玄が大河ドラマで取り上げられるのは、かつて中井貴一がやった武田信玄、そしてその後、風林火山の時の武田信玄、こんな回があったかなと思います。そして今回、家康が主人公の回なんですが、阿部寛さんがそれなりの存在感を持ってこれから登場してきそうです。その清和源氏につながる武田、どんなお家だったんでしょうか。先生、このあたりからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。武田家はですね、清和源氏の一門と、いうことなんですね。で、この名門意識っていうのは、常に持っていたそうですね。有名な言葉で言うと、その三旗立てなしも御小乱あれ。この三旗と立てなしっていうのは、要は武田家の当主っていうのが、その何かものを決定する際、正確に言えば重要な物事を決定する際に、よく言う言葉ですね。で、この三旗というのは、旗のことですね。で、これが、要は、源氏代々、引き継がれてきた、白の旗だ。盾なしというのはですね、これ鎧のことです。盾が必要ないほど、立派な鎧と、いうような意味なんですけれども、これが実はですね、その清和源氏の時代から、代々武田家に継承されてきた鎧なんだと、いうことですね。で、これ三旗盾なしっていうのは、これ現存するんですけど、一応。はい。ただ、なんて言うんでしょうね。本当に、その代々継承されてきたものなのかっていうことについてはですね、よくわかりません。ちなみに、三旗はですね、日の丸がついてるので、どこまで本当なのかなっていう感じはしますよね。その日の丸っていうの時点で、ちょっと、江戸時代の怪創しい作、ですよね。江戸時代の創作ちゃうとかっていうふうに思うんですけど、しで、かも盾武な田し家も、が滅亡しちゃいましたから。怪しくなっちゃいますよね。そうですね。はい。で、じゃあその武田家の出自っていうことを丁寧に言いますと、有名なですね、八幡太郎源義家ですね。で、これに弟が、いるわけなんですけれど、この弟ですね、その新羅三郎義満とかって呼ばれる人物がいるんですけれど、この人物が基本的には武田家の祖と、いう形になります。義家の弟さんですね。はい。有名な話は、後三年合戦の時に、義家が、戦場で、東北で苦労してるのに、義満は、職を投げ打って、兄のために駆けつけたなんていう、兄弟の、なんていうんですかね、結びつきの強さを示す、逸話なんかも残っていますが、この源の義満をわかりやすく言うと、子孫と、いうことになりますね。300騎で駆けつけたというあのお方でしょうか。そうです、そうです。そういうことなんです。はい。で、その義満さんからずっとこう子孫がつながっていくわけですが、ちょうど昨年の大河ドラマでもう出てきた源頼朝が挙兵するときにも、随分と甲斐の武田に気を使ってましたね。はい。だから、ある程度、やっぱり、なんていうんですかね、頼朝のライバルになりうる存在と、いうことですよね。で、ちなみに、その同じ文脈で言うとですね、これ丁寧にちょっと説明をしますと、源義満ですね、この新羅三郎頼光の、義満の、長男がですね、これ佐竹の家なんです。
長男が佐竹、はい。はい。日立佐竹の家なんですね。あ、じゃあ佐竹名門じゃないですか。あ、そうなんですよ。だから、鎌倉殿で選ばれたかもちょっと覚えてないですけど、その佐竹っていうのもこれ源頼朝に対抗し得るライバルですよね。で、ちなみにその義満の、まあ、次男にあたる位置づけ、これが源義清なんですけども、これ開元寺の二代当主。ただ、義清。これは開元寺。はい。あ、二代当主ってことは、義満が初代当主ってことでしょうそういうか。ことですね。はい。あ、じゃあ、開の方が、開はここからですね。はい。そうですうん。ね。はい。だで、から、そういう意味義家で言のうと、方からは、要するに河内源氏みたいなのがずっと続いていくわけですよね。そうですね。うん。はい。だから、なんだ。その意味で言うと、まあ、なんていうんですか、名門の家柄なんですよ。はい。で、しかもその会である程度力を持ってたっていうところで、まあやっぱ名門意識っていうのはある。で、ちなみにその鎌倉殿につなげますと、源義清の、まあ、息子ですね。これが源清光。これうん。はい。が開元寺の三代目ということになりますけれど、これの子供に当たるのが武田信義ですね。だから武田信義が鎌倉殿の13人で多分出てきたと思うんですけど、これ新羅三郎義満のひ孫ってことになりますね。で、急になんか武田になっちゃったのは何なんでしょうか。これはもう地名です、基本的には。あ、武田。じゃあ、源の信義でもおかしくなかったんだけど、武田信義ってことなんですはい、ね。これ、韮崎に武田八幡宮っていうのがあるんですけども、まあ、だから地名です、簡単に。ああ。はい。まあ、これはもう、この当時の武士が地名を名乗るっていうのと、まあ、同じことです。武田も別にそこら辺は違和感ないです。さっきの佐竹もそう、宇都宮もそうってことですそういうね。ことですね。はい。うんうん。さて、この武田信義に頼朝が、なんかもうぜひ味方になってくれるようにと、もう北条義時を使者にして、こう、何度も使わせて、そこに確か義時の父親の北条、初代の誰でしたっけ、時政ですね。時政、失礼しはまい。した、北条時政も一緒になっていくという、そんなシーンがありました。それに対して武田信義はなんか上から目線でしたよね。あれは結局、やっぱ頼朝がですね、その源氏の棟梁だっていうのは、こう、結果から出てきたものなんですよね。要は簡単に言うと、彼はだって伊豆で犯罪者だったわけですから。で、一方で、武田の方は別に犯罪者でも何でもないし、自分の支配している領国もあるわけだから、それはもう武田の方が上になるのは当然で。まあ、だから結局、頼朝が偉いよねっていうのは、僕ら結果論から歴史見てるってことですよ、やっぱり。はい。で、その時にも、まあ、結局、この信義の協力が得られたってことが、その後の源頼朝の、ヘジモニーにつながっていったのかなという、そんな気もいたします。まあ、そういう理解でいいと思いますよ。で、このまま、信というのを通り字としながら、武田は、子孫を紡いでいきますよね。そうですね。まあ、信光からずっと、まあ、継承していくっていう感じですかね。そして、武田信玄、そしてその父親信虎というふうに聞くのですが、はい。この信虎に至るまでには、さっきの頼朝の頃からは、300年ぐらいなんか経っちゃってるんですけど、はい。その間ずっと武田も十何代か続いてたっていうことなんでしょうね。そうですね。まあ、ずっと続いてますね。まあ、いろんな家督相続のトラブルなんかもありつつも、まあ、維持を継承してきていることは間違いないです。はい。そして、じゃあ、いよいよ、信虎さんに話を持っていきたいんですが、この信虎って人は、とかく時代劇では、とんでもない悪役で描かれています。ああ、そうですね。なんか、次女っていうか、女の召使いを折檻するみたいな、そんなんから始まって、はい。なんか、武田、晴信に対しても、もう、意地悪ばっかりしてくる、変な親父みたいな。だから晴信がそれに耐えかねて追放しても、家来がみんな晴信の方について、結局信虎は一人寂しく、なんか駿府へ向かったみたいな。じゃあ、少し解説しますと、まず、その武田信虎を悪く描く。まあ、これは当然、一方的な描き方ってことになるんですけど、これ理由があるんです。
理由がある。はい。なんでかというと、武田信玄をすごいって言わなきゃいけないから。うん。で、なんで武田信玄をすごいって言わなきゃいけないかっていうのが問題なんです。で、これ皆さん意外とよくわかってないんです。なぜ信玄をすごいと言わねばならないのうん。か。はい。それ実際に先生すごかったからじゃないんですかって。いや、違うんうん。うんです。理由があるんです。あ、理由がある。うん、だからこれ今回のドラマに関わるんです。うん。あ、今年の大河にもかかってくわる。かります。はい。いや、もうええ。これで答え出るんです。あ、要するに、家康をすごいと言わなきゃいけないからでしょうか。そうです、そういうことです。家康をすごいって言わないといけないから、家康を苦しめた、まあ、要は、武田信玄はすごいって言わなきゃいけないんです。ちょっと別に家康をすごいと、言う必要ねえじゃねえかというふうになんかこう、しらけた思いで見れば、武田信玄だってすごいと言う必要ないよねって、こうなってくるってことでしょうか。まあだから夢ラジオさんと何回かその戦国の話で対談、このチャンネルでさせていただいてますけど、私、武田を滅ぼしたのは武田信玄だよっていうのは結構言ってるじゃないですか。勝頼じゃないぜ。いや、それは、近年の、そのやっぱ武田の研究において、まあこれ平山優さんの、まあ意見に、まあ僕は乗っかってるっていうことなんですけど、いやだから武田を滅ぼしたの信玄やでって。信玄がこう見境もなく信長との同盟切ってて今川攻撃したっていうのが、まあその後10年後、だから武田信玄死んだのは1573ですよね。まあ10年経たずに武田家って滅亡したわけじゃないですか。いや、それ後継いだ勝頼のせいだっていう話もありますけど、いや、それは酷でしょっていうところで、で、じゃあなんでその武田信玄が悪く言われないかっていうと、簡単に言えば、若き日の神君家康公を苦しめた有能な人物だって描かないと、だからその、三方ヶ原の戦いとかの説明がつかないわけですよ、簡単に言えば。武田信玄だったからしょうがないよね。そりゃ神君だって負けるんだよっていう。うん。ということは、今回、田中先生から、レクチャーいただく今回の回は、一般的に広まっている信玄すごい論を、見直してみようという、そういう回になんかなりそうな気がしてきました。はい、まあそうです。もちろん。では、先生、この次のパート2で、信虎、そして晴信、このあたりの関係を見ていきましょう。はい、よろしくお願いします。